新居浜市境町の赤金ミュージアム内にある太鼓台ミュージアムの幕展示が終了間近になっています。赤金ミュージアムの太鼓台ミュージアムでは、通常 2,3 ヶ月ごとの期間で新居浜の誇りである太鼓台の実物展示を行っていますが、4月2日からは市内の愛好家の方が集めた太鼓台の飾り幕や布団締めなどが特別に展示されています。以前使われていた太鼓台の飾り幕や布団締め、ミニチュア太鼓台などが展示されていて、観音寺市の高木縫氏による又の太鼓台の布団締めや、先代の大江太鼓台で使用された金糸を使って作られている 70% のサイズの布団締めのレプリカ、10分の1サイズのミニチュア太鼓台など、普段はあまり見ることができない貴重な品々が並べられています。その他、太鼓を叩けるコーナー、太鼓を叩いてみようが一角に設置されていて、土日限定で10時30分と14時、15時の計3回太鼓が叩けます。この幕の展示は5月3日の17時まで展示される予定で、展示終了後5月5日に上部地区の上原太鼓台が入場して展示される予定です。